ルボスラフ・ムラデノフ・ペネフは、ブルガリア、ドブリッジ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現在は、ブルガリアファーストリーグのクスカ・ソフィアの監督を務めている。現役時代のポジションは FW。1984年、18歳で、クスカ・ソフィアのトップチームでデビュー。フリスト・ストイチコフやエミル・コスタディノフ、トリフォン・イバノフラを擁したソフィアは、 二度のリーグ優勝やサンドカップ戦を、セースなど多くのタイトルを獲得した。ペネフは、1988年に最優秀、ブルガリア人選手に選ばれた。1989年からは、リーガエスパニョーラに挑戦。バレンシア CF、アトレティコマドリード、SD コンポステラ、セルタデビーごと4つのクラブに所属した。アトレティコマドリードでは、 リーグ優勝とコパデルレイを獲得した。そのシーズン、ペネフは44試合で22得点を挙げた。1987年から1998年まで、ブルガリア代表でプレーして、通算62試合に出場して13得点を挙げた。また、欧州選手権1996年、1998年、ワールドカップに出場した。 フィファワールドカップ4位という、ブルガリアサッカー史上最高の成績を残した1994年、ワールドカップでは、フリストストイチコフラと共に、攻撃のキーマンとして期待されていたが、抗眼腫瘍を患ったために出場を断念した。長身に加えて、ダガーマンを思わせる、屈強な体格で、ストライカーとしての能力は、もちろんのこと、味方を生かすプレーに長けていた。 ロスタイムで出場権をもぎ取った94年、W 杯予選、フランスとの敵地、最終戦でのコスタディノフの劇的なゴールは、センターライン付近にいたペネフのポストプレーからの正確な縦パスを受けてのものであった。ストイチコフ同様に気象の激しい一面があり、バレンシア在籍時には、当時のロイグ会長との大喧嘩が報じられたことがあった。引退後、2009年からは、 現役時代に所属したクスカ・ソフィアの指揮を取った。2011年10月からブルガリア代表の監督を務めたが2014年11月20日に解任された。リテックスロベチ。ありがとうございます。